おじさん、なんで私この人たちに追われるの？ねえ、なんで？わからない。今はまだな。OK。4章クリア。心臓移植？ええ。延命のための手術はもう限界です。妹さんを助けるにはもうそれしか。いくらかかるんです？いや、いくらかかってもいい。それで優子が助かるならやってくれ、日吉先生。お金の件は分かりました。ただそのためには適合するドナーが現れるのを待たなければなりません。それに運よく見つかったとしても順番待ちがあります。移植を受けられるまで一体何年待つことになるか。何年もって、それじゃあ妹には間に合わねえ。何か手はねえのか、日吉先生。本当に手はねえのかよ。何とかしてくれよ。何でもするからさ。本当に何でもする覚悟ですか？ああ、妹が助かるならそりゃ何だって。臓器ブローカーの存在をご存知ですか？え？はあ、聞いたことはあるけど。まさか。私からそういう仕事をしている人間に連絡を取ることはできます。ただその場合、手術費用とは別にまとまったお金が必要です。いくらだ？3000万。用意できますか？3000万って家ぐらいじゃん。すごいよね。おう、組長さん。松重。何の真似だ。俺に金を稼がせてくれ。3000万どうしても必要なんだ。やり方はお前に任せる。だから頼む、力を貸してくれ松重。やり方は俺に任せる。あんたそう言ったな。はあ、初めからそうやって頭下げりゃよかったんだね。えほんじゃ、これからは仲良くやりましょうや、組長さん。屈辱だ。錦もこっから這い上がったんだね。第5章、賽の河原。あ、ここで賽の河原行くんだね。じゃあ、ユミの妹ってのがアレスの瑞希で、おそらくは100億の共犯。そして、ハルカはその娘だ。行方不明だったユミは、あの子にだけは会っていた。ああ。ごめんなさい、キルーちゃん。ちょっとお願い。あ、丁寧にね。セレナです。あの、兄貴ですか？シンジか。やっぱり、連絡取りたくて方々を回ってたんです。そうか。今どんな状況だ？実は、今、カズマのおやっさん連れて逃げてます。何？あの後、病院で手当てしたんですが、意識はまだ。でも兄貴、あの状況から見て、おやっさんを撃ったのは東城会のもんです。おやっさんの居所が知れたら、また狙われるかもしれません。今どこだ？
信頼できる筋に隠れ家頼んでるとこです。落ち着いたらまた連絡します。連絡先はセレナで。いや、携帯を持ってる。キリュウ、何か当てはあるのか。いや、まだ思い当たらない。足を使って情報を集めてみるさ。効率的じゃねえな。仕方ねえ、例の情報屋のところに行くしかねえか。ひょっとして伝説の情報屋の話か。そうだ、知ってたか、サイの花屋。この町のことは何でも知ってるって噂の情報屋だ。だがそいつがいるのは例の公園の中だ。西公園か。ああ、通称サイの河原。ホームレスが住み着いた公園だ。奴はそのサイの河原の中にいるらしい。だが気をつけろよ、あそこは警察も不介入の危険地帯だ。一度中に入ると出てこられないかもしれない。だが行くしかないな。今の俺には時間がない。だってさ、はるかのことを頼めるか。ああ、ここも安全とは言えないからな。こっちで保護しよう。よし、気をつけてね、キリュウちゃん。レイナ、それしか言わないな。さあ行くぞ、サイの河原へ向かえ。西公園に行きましょう。さあトイレに行けってことだね。なあ、あんた張り紙あったろ、使用厳禁。ちゃんと見たか。いいえ。ちゃんと見とけ。ちゃんと見とけ。本当だ。なあ、あんた全く一緒だ。は、じゃあ何されても文句ねえな。何？拳銃持ってる。こっちはヤクザに用はねえ。消えろって言ってんだ。公衆便所はみんなのもんだろ。てめえ。はい、はい、ええ、そうです、わかりました。どうしていいそうだ。こっちだ。ご案内します、キリュウさん。バスターホームズだ。もう身元が割れたのか。サイの河原だぜ、ここは。ここが最初のバスターホームズとの出会いだった。ボスは地下の一番奥でお待ちしています。どうぞ。よし、行こう。これ闘技場やらないといけないんじゃなかったっけ。地下鉄を利用した繁華街だね。よっしゃー、花屋に会いに行ったぞ。いや、マジすげえよな。キリュウカズマ、出所早々派手にやってるみてえだな。あんたがサイの花屋。何の情報が欲しい。登場会の100億、それにユミとミズキって姉妹の情報だ。報酬はいくらかかるんだ。情報を集めるのも金がかかるんだよ。
どこにでも俺の手下はいる。キャバ嬢のパンツの色から裏の取引、表沙汰になってない殺しまで、全て俺のところに話が入ってくる。そして俺はその星の数ほどの情報をつなぎ合わせて、客の欲しい正確な情報を提供するんだ。だから俺の情報は高い。わかるよな。今は無理だ。でも時間がない。だろうな。おい。おい。10年前、道島の竜って言いや相当なもんだった。俺はヤクザってのが死ぬほど嫌いでな。だが情報屋ってのはとどのつまり覗き趣味でよ。あんたが天下の登場会敵に回して何しでかすか、実のところ興味津々なんだ。それじゃあ。だがただで情報をやったんじゃ他に示しがつかねえ。俺はフェアじゃねえことは嫌いなんだ。つまり仕事をしてもらおう。堂島の竜にしかできねえ仕事をな。よし、それは闘技場ですよね。地下闘技場か。そうだ。金の使い道思いつかねえ金持ち、血見るのが好きな変態どもがお得意様よ。戦士は殺しても殺されても問題に。ここは西の河原だ。三途の川もすぐ近くってな。俺にしかできねえ仕事ってのは。3人勝ち抜けば賞金が出る。そいつを手に入れられれば、そいつを情報料としてもらおうじゃねえか。まあ、ある意味一種の交換条件ですよね。いいか桐生、これからこの先のリングで3人の男と連続で戦ってもらう。ルールは素手であること以外には特にない。好きに暴れてもらって結構だ。オッケー。高額な金の代償だ。強いやつとやってもらう。で3人に勝ったら仕事をしたと認めてやろう。どうだ、わかったか。はい、準備ができたら声をかけてくれ。じゃあな。了解。 OK、 準備できたか。よし、行こう。せいぜい観客を盛り上げてくれ。じゃあな。よーし、3つ戦うぞ。レディースアンドジェントルメン、ここで飛び入りのファイターが登場です。10年前、道島の竜と恐れられ、自分の組長をその手にかけた仁義なき極道、キルーカズマ。迎え撃つはここまで2人勝ち抜き、帝国第9殺人逃亡犯ダニエル・フェルドマン。さあ、時間無制限、ルールなし。よっしゃ、1回戦ね。やってやるよ。ダニエル・フェルドマン、米国からの脱走し雑草員。はい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 、どんどん極みを出していこう。極みの方が強いみたいだからね。強くないよな、やっぱり。はい、オッケー。まず一人。さすが桐生一馬、極道の喧嘩殺法炸裂。さあ、続いての挑戦者はムエタイミドル級元王者、ガオアイアンブラム。懐かしいな。みんなムキムキですね。やっちゃおうか。お前殺すよ。なんだよその日本語は。そういうのは覚えない方がいいと思いますけど。
はい、つかませろ。はい、ドガン。はい、立ち上がって。壊し屋の色してんだよな、あれ。なんなの。はい。はい、はい。オッケー。二人目もやった。快進撃が止まりません。おっと、今次の挑戦者が決まったようです。驚きです。なんと負け知らずのあの男が帰ってきました。過去3年このリングで全勝無敗、ベガスの地下リングチャンピオン、ゲリー・バスターホーズ。よう、また会ったな。奇遇ですね、キルさん。即死と復上し、お好みは。その日本語、意味分かって使ってんのか。無敵の極道隊、無敗の地下王者、注目の一戦、今、ゴングです。はい、ゲイリー・バスターホームズ。これからね、こいつ、いろいろ出てきますからね、このシリーズでは。行くぞ。まずは極みを出す、まあ、ワンパターンですよね、戦い方としては。 OK、 ダーン。さらに、あー、ダメだ。あった、いけ。ワンパターン。さあ、立て。いいて。チンピラで稼がないと。イェイ。危ない。フィニッシュだ。なんか喋ってるよ、一応。痛い。なんで、あれ、倒れてんのかな。これで終わり。はい、ガツン。終わりました。まさに喧嘩最強、極道の勝利。無敗の王者に土をつけ、今新チャンピオン誕生。イエー。これで交渉はできるな。次はお前が仕事する番だぜ。安心しろ、約束は守る。俺はフェアだって言ったろ。俺が賞金になるんだね。賞金を渡します。登場会の100億と由美と瑞希って女の話だったな。登場会3代目は金が盗まれたことを隠していた。だがそれを錦山って直系組長が緊急幹部会で暴露したんだ。3代目を殺したのは俺は錦山だと踏んでる。奴の動きは四代目の椅子を狙っているようにしか見えねえ。かもしれんな。だが今の登場会は群雄割拠だ。三代目は死に、後目もまだ決まってねえ。となれば、百億取り戻した男が四代目だろう。錦山のたった一言の引き金で、共食いの泥沼。任侠が効いて呆れるぜ。百億を奪ったのは由美って女だ。こいつは匿名の垂れ込みがあったらしい。何？登場会で裏取ってるうち、妹の瑞希が事件の直前からアレス閉めて行方くらましているのが分かった。いよいよ本星ってわけだが、二人とも見つかりやしねえ。それで瑞希の娘ハルカか。なんだって？登場会は瑞希の娘を探している。ハルカ今俺と一緒にいるんだ。ハルカ、そうだったのか。一昨日顔を隠した妙な女が来てな。そいつが探してくれって言ったこの名前が確かハルカだった。それが由美か瑞希ってことは。さあな、
女の顔は見たが、俺にはそれがユミって女か水木って女かもわからねえ。得体のわからんやつとは仕事もできねえからな。丁重にお帰りいただいた。来たんだね、ここに。なんだ、そうか、わかった。お前に客だ。客？見に行くぞ、足元注意しろ。何？すご。どうなってんのこれね。いつも思うけど、こいつ音響もすごいな。驚いていいぜ。ここが西の河原の本当の姿だ。5年前警視庁は50台のカメラを取り付けた。テロ防止なんかが名目だが、所詮大して役には立ってねえ。だがよ、俺は実際にこの目で見てるんだ。1万台のカメラを設置してな。おい、客の様子を見せろ。はい。伊達さん。誰て？地下、何があったんだ？奴の行動をたどってみるか。奴の映ってる他の映像を出してみろ。伊達か。なんとも落ちぶれちまったもんだ。伊達さんを知ってるのか？ボス、10分前の映像です。ん？トラブルです。なんだ？ライブ映像に回します。キリュウ、伊達がヤバいぞ。ホームレスにやられそうだ。伊達を救え。待っててくれ伊達さん、すぐ行くから。よし、伊達さん、どこ？この奥かな。あ、こっちか。いたいた、大丈夫か？おい伊達さん、すまねえ、はるかが。分かってる。おい、こいつデカだぞ。そうだ、間違いねえ。俺はな、昔こいつにパクられたんだ。もう十分だろ。まだだ。100回殺しても足らねえ。腕足は引っ込んでる。一発殴んねえと気が済まねえ。バラしまえ。そうだ、バラしまった方がいい。何言っても無駄か。ああ、無駄だ。あんたの話聞く義理はねえ。なんだよ、どうする気だ。よせ、キリュウ。そんなにこの人やりてえなら俺を倒してからにしろ。かっこいいな。ホームレスか。相手大したことないからね、多分。いて、前言撤回します。大したことあったようだこいつら。まあ、距離がな、距離感がつかめない。一人ずつ確実に倒していかないとダメか。ドン、危ない。痛え。ちょくちょく変わるのやめてほしいな、相手が。はいよ、最後 OK。 ホームレス相手に大人げなかったかな。呆れた強さだな。あんたが西の花屋。久しぶりですね、伊達さん。キリュウ、例の子さらった車はバッティングセンターに止まった。安心しろ、この情報量はつけにしといてやる。ああ、あいつは元警官だ。警察の情報を横流ししてたのを俺が告発したんだ。
そのあとは知らねえが、こんなとこで会うとはな。キリュウ、ハルカさらったのは真島組の奴らだ。真島組？よりによって真島の兄さんか。真島の兄さんとこ行かないといけない。ハルカを救え。伊達さんはセレナで待っててくれ。だがそれじゃ、その体じゃ真島組を相手にするのは厳しい。それよりもレーナが心配だ。一人にしないでやってくれ。分かった、気をつけろよ。最後バッティングセンターに行きましょう。よし、バッティングセンター着きましたよ。真島さんと対決しましょう。この中入るかな。真島の兄さん、これは道島の竜は鍛えられるんですか？どうなの？来た。久しぶりやの、キリちゃん。わしゃ嬉しゅうてたまらんのや。道島の竜と直接やり合える、本物の命張った喧嘩ができるなあ。ゲルちゃんならわかるやろなあ。いてえ、公式だしかも。笑いどころやないか。笑いや、これボケ。いてえいてえ。ああ、はるかを返せ。別にええで。そこのドア入ったとこにおるわ。言うたやろ、ケルちゃん。わしゃお前と勝負できりゃそれでいいんじゃ。本気で言ってるのか。本気も本気。おお、マジや。なあ、もうこれ以上じらすなや、キルちゃん。行くで。勝負や。強そう。強いんだよね、マジマ。とりあえずやるしかない。言いたい言いたい言いたい痛い痛い、やめてください君たち。痛い、たくさんおった、せこいよな。はい、そんな強くないか壊し屋が。一人ずつ地道にやっていくしかないか。ぜバットでバゴーン、強、めちゃくちゃ痛そう。バット強えな。バット対決、バットまだある。バットはもうない。バットこれか、これあった。 OK、
け。くそ、引いて。掴むとまずいな。あ、ね、ガードできる。ダウン。いやー、ダメだ。これはダメだ。はい、はい。はじめさん、倒れてくれ。頼む。頼むから倒れてくれ。あのフルスイングをガードするってやばくない？はい、拳で叩く。あれ、カウンターが入ってんだね。ありがたいことに。おいおい、カウンターを入れていく。カウンター、 OK、 ナイス。強いわ、マジは。やっぱりごついぜ、お前は。それでこそキリュウちゃん。まだまだ行くぜ。勝負はついた。はるかを返せ。アホ、死ねや、キリュウ。おやじ、なんで？ケルちゃんはな、俺の獲物や。このこいつをやるのはわしだけなんじゃ。マジム、おやじ、おやじ、おやじ、おい、救急車だ。早くしろや。おじさん、はるか、はるか、怖かった、怖かったよ。遅くなったな。よかったね。すまなかったな、はるか。お前のことを守ってやれなかった。怖かったろ。うん、縛られて真っ暗な部屋に。でも外が急にうるさくなって、そしたら知らないおじさんが来て逃げなって。知らないおじさん、誰だ、キリュ。いや、お礼を言ったらペンダントは持ってるかって。何のことだ。これ、ユミお姉ちゃんが。なんだ？お母さんは？なんでお母さんに会えないの？ごめんね。嫌だよ。お母さんに会いたい。ユミお姉ちゃん、お願い。お母さんに会わせて。ねえ、お願い。ねえ、はるかちゃん。ん？今日はこれを持ってきたの。お母さんが持ってたペンダント。お母さんの？そう、はるかちゃんにって預かってきたんだ。だからもう少し待ってあげてね。うん、大事なお守りだから。これ持ってること知らない人に話しちゃダメよ。すごく大事な、はるかちゃんだけのお守りだから。そのペンダントを知らないおじさんは欲しがったのか？うん、大事に持ってなさいって。これには100億の価値があるんだよって。見せてみろ。鍵付きか。無理やりこじ開けるってな。ダメ。言ってみただけだ。はるか、そのおじさん顔は覚えてるか？真っ暗だったから全然。
でもその人、キリュウのおじさんにペンダントのこと伝えてくれって。俺の名前を？うん。何者なんだ一体？さあな、一つだけ確かなのは、俺たちはいつの間にか事件の中心に置かれていたってことだ。じわ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